発で今23時ですわ。ふもとっぱらキャンプ場、富士山に向かって行ってます。浜松の SA に到着。ここは岩、人工芝なのかな。むっちゃ気持ちいい。これって見えんかな。とりあえず、沼津の、駿河湾沼津の SA に来ました。今日の目的地はここやもんね。御殿場、続いて右方向御殿場市内山中湖方面です。ドッグリゾートワフ、ここや。アウトドア、インドア、ドッグラン。うわすげえ、なんだこりゃ。じゃこれ、広大なドッグラン。こんなこ知らんわ。すごい、なんだこりゃ。眠っ。よかったね、あんた。はい、こんなとこです。ドッグリゾートワフ。はい、およそ300m 先、斜め右手前方向です。その先100m で目的地周辺です。富士山全景全部見えてるわ。すげえな。そしたらもうそこしかないよね。はい、到着。うー、すげえ。富士山全景見ながらキャンプってこのありえへんで、ね、さあそしたらやっていこうか。いつもの通り設営していきたいと思います。はい、それではね、今日はライトラインギアの、SUV テントっていうのを張っていきたいと思います。あー、いつまで富士山これのまま見えるかな。ではスタート。はい、立ちました。さあ、こんなもんやろ。2424、何インチって書いてあるかな。わからん。とりあえず日本語表記はなかったから。でもガイドライン入らんとこの風はちょっと厳しいかもね。キペゴだけじゃ。あ、やばい。テント飛んできそう。それでは車と接続していきたいと思います。とりあえず完成と、これで空間広がったでしょ。見えへん。うん、さすがやね。ぴったり貼れるわこれやったら。うさよいしょ。さあそしたら内装と外スペース作っていきたいと思います。大体イメージ通りに貼れました。富士山はあっちを眺めながらやからね。
すげえ。今日は一日見えてるね、富士山。素晴らしい。綺麗になったでしょ。これ。これ。もう降りてきた。もう降りてきた。スペースができました。結構大きいで、2つ持ってきたからな。480、480、2つやから10メーターあるもんね。これだけフェンスだったら嫌やろ。多分最高やと思うよこれ。うん、はい、それではベッドメイキング。モンベルのコンフォートシステムパッド。今日はね、今日はモンベルのウルトラスーパースパイラル800の0、多分寒いと思うんで0持ってきました。最高やな、これ。これが一番うちで最高の寝袋やと思う。それではね、寒いので、火起こしの方をしていきたいと思います。まだ3時やけどね。まあ薪は買ってきたからよし。はい、それではね、寒いので今何時だろう、15時46分、火起こししてちょっとあの温まりたいと思います。お茶でも飲みたいな。さあ、それでは薪はね、受付の方で束の薪が売ってないのよ。まだ乾燥してません、燃えませんって言われて、で薪袋をもらって、そこに何詰め放題、一袋詰め放題で500円でやってくださいということで薪詰めてき、ました。いいっすねー、いつもと一緒やけど。よいしょ。はあ、お茶飲んで、飲んだらほうとう、いやご飯炊きやな、先ご飯炊きしてほうとうを作っ、あ、ご飯を蒸らしてる間にほうとうを作って、ほうとうができたらご飯と一緒に白コロホルモンを焼く。その段取りでいこう。こっちはいいでしょ、うまいことできてると思わへん。自作にしてはほれほれ、こんな感じで。もうめっちゃ気に入ってんねんけど、このスプーン、もう最高。さあ使ってみようかな。よいしょ。あ、いいね、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。これで味が出てくるよ。ああ、もう次のキャンプで絶対草の原型は作りたい。乾杯。富士山に乾杯。いただきます。ほうとうの方を、全然知らんで、ほうとうなんかめったに作ることないから、それやし、もう材料がさ切ってきてないから、いつもと、もう丸々やから大変よ、ほとんど食べられへんで。だって白菜なんてさ丸々1個やもん。道の駅やったから安かったけどさ。ほら、
丸町と白コロホルモン、これはただ焼くだけでいいねんけど、ただほうとうこれ4人前って書いてあんねん。ほらほうとう山梨名物な、どんだけ入れるんやろな。でこれ粉ついたまま入れんとダメなんでしょ。一応味噌だれはついてるから味噌だれ味噌だれはついてるから、これで味はつけれるんだと思う。よし、人参もさ、こんな予算いらんねんけど、しょうがないよね。多分こんなもん、材料的には。これを適当に切って、この鍋でやっていきたいと思います。スノーピークのあの大きい方の鍋ね。さあ一人前うまいこと作れるかな、すっげえ不安それでは切っていきたいと思います。だいたいこれなんちゅう食いもん。ほど芋を一回煮たらいいって言われてんけど、聞いたことないし食べたこともないからな、どうなんやろうね塩茹でしたら美味しいって言われた。これぐらいで十分やろ。ほどいもどうなんやろな、これとりあえず入れてみようか。茹でないとどうしようもないからな、うん、そんなもんやろ、わからんけど。さあどれぐらい茹でればいいのかね、うん、知らないよ。だいぶぐちゅ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 茹でんねんけど、どのぐらい茹でるのかねこれはとりあえずご飯状況これで炊けるんでしょ。いつもと薪の種類が違うからちょっとやりにくい、よくわからん。まあまあ火さえ起こればどないでもなるね。なんとか剥けそうね。あちちちちめんどくさいな。でもチュルンってほらよ、なんとか剥けてくれそう。確かにこれ塩振って食ったらうまいかも。このまま、また不意を忘れた。なので戻っぱらのマップを細くしてなんで不意を忘れた。もうなんで俺だけ忘れるかな、いつも。溢れるで大垣千垣が言うにはこのまま粉のままドバッと入れるんでしょ。これ入れたら多分、うわどんだけあんねん、そんなに食われへんで、多分こんなに入れても食えへんで。このぐらいかな、とりあえず入れてみようか。うわ溢れる、とりあえず入れてみよう。はいよ、それではね、どんな感じなんかな、ちょっと見てみようか。もうこんなんでできてんのか、ほんまに。あ、いい匂いはしてるね、味噌の。まあ、だしと味噌入れたら普通は味噌汁ができるから大丈夫なんだと思うけど、でも麺は全然硬いからまだまだ煮込まなあかんやろな、これって。蓋オープン、よし、ご飯から。お、美味しそう。うん、ま、やっぱりご飯は安定的にうまいね。あ、これどうなんやろ、重た。いただきます。もめっちゃうまい。何これ、もっちもちや。うん、うまっ。やっぱほんとうまいね。うん、具はどこやねんっていうぐらい、なんか変な芋
どんな感じやろな。ホロホルモン。では白子。合いそうでも。何で食べよう。何も持ってきてない。タリとタレとか。とりあえず黒瀬スパイスで食べればいいかな。めちゃめちゃうまい。ほうとうでしょ。白ころでしょ。もう最高や。無理。ほら食べたよ。新米とご飯と白黒ホルモンとマルチョ。めっちゃお腹が膨れた。昼食ってないからよかったけど、ああしんど。いいね、やっぱり冷めない。そりゃサーモスとか持ってくりゃいいんやろうけど、そうじゃないな。よいしょ。それではいただきたいと思います。あっち、うまっ。あーうめえ。寒いので、もう幕内にこもりました。あこんな感じです。この下にラッシーがいてる。はあ、今日は車とドッキングやからね。私のベッドはだから上。もうここ多分そこにビスが上がってくるか、ラッシーが上がってくるか、3頭全員上がってくるか。うん。でポータブル電源つけて、お何これパラパラ言ってる。マジか。いや雨降ってきたやん。まあフライシート一応かけてるからシーム加工もされてるし大丈夫やとは思うけど、いや雨降ってきたわ。そっか。でちっこいストーブ1個。十分あったかい。この膜ほんまにいいわ。もう隙間がないもんね、車とのぴったり。素晴らしいね。いやーよう考えられてるよ、この膜。メッシュになるし、私のお気に入りになりましたわ。っていうかもうこういうキャンプをしたくないんだけどな。できれば山にこもりたいねんけども、こもるわけにもいかんしな、ワンズがおるからね。なので木を調達して次のキャンプからはちょっと方針変えていきます。このままじゃダメだ、私がダメになる。パップテントも買ったしね、 A フレームの、DD タープか、
DD タープの A フレームテントを買いましたわ。41幕目張ってへん幕山ほどあんのよな。まだ次何張ろう。クアトロアーチ、そうやな、ビジョンピークスのクアトロアーチか。もう ああいうテントに飽き飽きしてきたね。まだ一回も張ってないのにね。クアトロアーチか、なんやケシュアの 6.3 のエアーか、それかな。コールマンのシマロンもあるしな。まだ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 張るのはある。結局ランドロックなんか一回も張ってないからね。まだ年末張ろうかな、張れるかな。ランドロックの意味がよくわからなくなってきた結局お外スペースを作るとどうなんだろうね。だから二幕張ることになる。だから犬用のテントと寝るだけで、私は別で A フレームなり、DD タープなり何なり張ってからっていうのがなんか主流になりそう。今のところそういうふうに考えてますね。結局テントってもうガス云々何も使わなくなったからほとんど薪でしょ。そしたらテント内で何すんのって話やから寝るだけじゃん。前室でも何もしないし、っていうことはツールームもいらんってことでしょ。ああまだだってコールマンのツールームも残ってるんやで。でタフワイドドームツールームか、あと2725も残ってるし、リビングメッシュエッグとかさ、なんかいっぱいまだ残ってんねんけど、次のキャンプからはどうなりますかね。とりあえずこういうキャンプは多分これでおしまいだと思います。もっとストイックにいかないと。なのでまあ寝袋とかいいけどね、ダウンハガーは最高というわけで寝ます。お疲れ様でした。おはようございます。あ、富士山何にも見えへんあ、まあ曇りですな。昨日雨降ったからな。ちょっとよいしょ、こんな感じでもうだいぶ片付いたけどね、まだ車の中がひっくり返ってるから。相変わらず富士山見えないね。やっつけていってます。カメラが壊れた、風で膜が揺れて三脚ごと倒れたらなんか調子悪なった。なので GoPro でちょっと撮ります。こんな感じ。 GoPro やったらよくわからんけど、はい、それでは450キロ、これから帰りたいと思います。お疲れ様でした。な、先は長いの。今ね、1キロメートル以上先、浜松稲田ジャンクション直進方向、名古屋方面。どいなー。もう疲れた。はい、到着いたしました。794.5キロ走りました。はい、お疲れさん。疲れたな。お疲れさん。はい、どうも。お疲れさん。疲れたな。あ、多分乗ってるだけでよかったもんなはい、お疲れさんでした。